はいどうも、伊沢急流です。今回から刀ゼロというこのアクションゲームやっていきたいと思います。初見なんであまり内容は分かってないんですが、やっていきたいと思います。ではでは、スタート。おお、なんかいきなりすごいな。さいっ、あ、なるほど、ああやって弾けんのか。オッケーオッケー。よいしょよいしょ。なんかの依頼を受けてんだね。っていうか電話の町のなんかやつがあるんだね、ゲージみたいな。分かった分かった、誰一人生かしちゃいけないよね。 OKOK、 刀ゼロ。さあさあ、おお、すげえ。 You will never know。 OK。 よし、これならうまく。って何？ああ、イメージ。おお、なんだ。お、うわあ、マジか、そういう感じか。あるっていう、ああ、なるほど。よいしょ。おお、とりあえず飛ばしていこうか。ああ、なるほど。え、なに？あ、やられるとリスタートする。わあ！おお、マジか。ああ。あれ。ああ。はい。どうしたらいいのこれ。ああ、なるほど、そういうこと。スローもできるのか。いやー、下手くそだったな今のは。まあ、まだ操作に慣れてないんで。
俺はピザの配達にじゃねえ。立てんのかお前本当に。オッケー。さあ行くぞ。あ、お、マジか。マジか。よし、ケイ。意外といけちゃったね。よいしょ。このリプレイは何なんだろうね。かっこよくいいかな。わ、ご立腹だよね、そりゃ。ターゲット死んじゃって家に帰って休むと新しいミッションがあるからねって。第三地区の廃工場にて少なくとも12名の死傷者が出たとの報告が入っています。死者の中には3週間前に失踪したとされる政府の科学者ダウィッド・ベイが含まれていた模様です。この事件に関して警察は詳細をほとんど明らかにしていませんが、ギャングに関係する犯行だとの見解を示しています。お、続いてのニュースです。冷却剤がニューメッカの水処理施設に漏れ出したことにより第三地区の給水システムの全域が汚染されました。これにより第三地区の住民は冷却剤の汚染が取り除かれるまで水を使うことができなくなりました。寝ます。やべえ、残り9日。昨日起きたことの割には調子が良さそうだね。初めていいかな。はーい。君の薬を半分に減らしてもう2ヶ月、まだ幻覚はあるかい。悪夢を見始めた。治療の副作用かもしれない。薬のことについて話してくれないか。あ、夢か。夢のこと。すごいな。ん？俺の方にではない、機械の方に向かった。科学者。どうなんだろう。まあいっか、この通りだと思う。なんか注射やばそうだけどね。書類に入ってあるのね。
ほい。書類を開く。ジョシュ・ローズ。尊敬を集めている IT 系の億万長者にして慈善家。ニューメッカ戦後復興財団。なんだろう、読み方がわかんない。NMFPR の会長である。武士と戦争ドラッグの取引に秘密に関与している。厳重に警備されている用心すること。方法。ああ、焼くんだ。てか、こいつスパイか？もしかして。先に住みたいんだわ。この服装とっても個性的に。コスプレだわ。こっちかな。サイバーパンクのディストピア・オブ・ダイス、子供向けカードゲーム。ありがとう。何だったんだ。ウェブフリックスって多分ネットフリックスだね。Now play スネーキードライバーかな。マーダワーホテル行くぜ。あぶね、ドラゴンです。やつが来ました。よしよしよし。多分そんな感じ。今危なかったな。でも本当に多分これ来るだろうなとは思ったから構えてはいたけど、あぶねえ。なんだこれ、こういうことか。 OK、スタイリッシュに行きたいもんだけど。あ、あれこっちじゃないか。ちょっと鮮やかではないけど、まあ、かっこ悪なあ。ドラゴンとマイティテリー戦ったらどっちが勝つと思う？本気か。マイティテリーが勝つに決まってんだろう。俺じゃーい。はい、はい、ああ、よいしょ。あれ、まだそこか。若干なんか残念だった。考えたね、扉の前で。あ、向こう側から来やがった。くっそ。
あ、間違えた。ああ。あんたは目的は知ってるぜ。でもあんたは俺を殺させはしない。何言ってんだこいつ。で、誰だお前。こいつ、あいつじゃないのか。あいつ以外まだいたと知らなかったぞ。誰やねん。知らねえのか。まあいいか。戦争中俺らは間違いたくさん犯してきたからな。何か言い残すことは。あんたみたいな脅威を生んだのは間違いだったよ。じゃあな。お、すげえ飛び降りたあいつ。ああ、撤収。あれ、スイッチなかった。スイッチないのか。よいしょ。またなんか来そうだな。エレベーターでかいな。よいしょ、危ねえ。止まれ。この建物内で銃声が聞こえたと通報があった。お前は何者だ。そうそう、宿泊客ですよ。その宿泊客は血まみれだぞ。どう説明するの。コスプレだ。そうそう、真珠坂村さんですよ。俺そんな条例があったんだ。チェス、チェシャース、チェスチェス。さよなら。ほうほう、満足してくれてる。帰りまーす。うん。明日ですな。めっさ怒るやん。そうなら俺の隣の。ほうほう。お前の家の隣だ。汚いとことか言うんじゃねえ。つまんなくて申し訳ねえな。やれやれ。続いてのニュースです。マーダワーホテルにて陰惨な事件が発生しました。ギャングに関連する暴力事件とみられており、少なくとも28名が死亡。被害者の中には風変わりな億万長者として知られるジョシュ・ローズも含まれていました。ローズ氏は自らのペントハウススイートのバルコニーから落ちて死亡 していました。感じた。これまでのところ警察は手がかりをつかめていないとのことですが、これは高度に組織された大規模な攻撃である可能性が高いとのことです。市民の皆さんは家から外に出ないでください。物騒な夜中になったね。誰だろうね、人殺ししたの。
全く寝ますか。それでは今回ここまでにしたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。